共に94年大会のブラジル代表ゴールキーパー、ジウマール、過去セレッソ、センターバック、ロナウダ、過去エスパルスとかいませんかね。2006年に発売したゲームなんで、2005年以前に、引退をされた選手だと、クラシックス、ブラジルクラシックスか、各地選手での収録になるんですけど、一応ですね、その概要欄に確認した結果、いる選手は明記してあります。で、多分ね、ジウマールとロナウダもいなかったと思うんですよ。もう一回ちょっと調べてみますけれども、情報ありがとうございます。バーはボール受ける前、首を振って周りを見ていないのでダメなんだと思います。言われてるぞ、おい小学校3年生ぐらいで習うやつ言われてるぞ、バー。昔のコアロンさん好きだったんですが、今あの方はゲーム実況系 YouTuber 感強くなってて、なんか違うなって見なくなってます。逆に猫ニラさんのことはずっと面白くて見てます。でも低評価をします。見てあげて見てあげて、彼は YouTube で生活してるの、見てあげてください低評価押さないでください。酔ってる時、風の時強いので、次は骨折してからプレイしましょう、グッそのグッっていう顔文字そのグッっていう顔文字むちゃくちゃ可愛くない？これちょっと俺使わせてもらおう。これちょっと辞書登録しまーす。森脇さんの誘ってんじゃんはバーチャットを見てたから言えたのかな。いや、絶対に違うと思いますが、やっぱ森脇さんもね、バーチャットのこと、バーチャットも森脇さんのことをお互いにリスペクトして高め合ってるっていう証拠じゃないでしょうか。何を言ってます？逆に言えば、マドリに6得点できるポテンシャルのチームを生かせない男。確かにやめて、やめて、そのマジのやつ。右下に出てくるバーが日ハムの杉谷にしか見えん。杉谷さん、私は杉谷さん好きです。ちょっとバーのあの右下のあの魔法陣のところのやつをスッと杉谷さんに変えてもバレないかな。ちょっとやってみたくなっちゃったな、そんなこと言われると。交渉のお時間、待ちに待った交渉のお時間です。で、リーグ戦前半戦終えた段階での順位を見ると、まあ3位なんで全然アリマージャンです。しかも勝ち点差はトップのミランと2位のユナイテッドとは1やってるで。ゴールランキングがね、ちょっと振るってないし、特定の方がむちゃくちゃ点取ってるっていう状況ではない。アシストはまあまあまあで、カップ戦も勝ち上がってます。今レアルとあのファーストレグが終わって6対1で勝ってます。すんげー。で、コメントでも来ていたらですね、まずジウマールさんとかを検索してみようぜの回、まあ、国籍で調べるか。選手名で相当して、じゃあこの辺か。いないんだよね、やっぱりな。あとロナウダンさん、いないんだよな、やっぱりな。スリーバックを使う場合、あ、ザーゴさんってもう引退されるっていう話でしたっけ。そっか、取れねえのか。ボランチを取って、なおかつセンターバックも取ると、そうすると3バックできるよと、そういう感じでしたよね。ファボンさんいいよね。ファボンさん、アルパイさんでもいいけど、ファボンさんとアルパイさんだったらどっちが強いのっていうのをちょっと比べましょう。そんなに変わんないんだな。バイーヤさん、アンドレ・バイーヤさん、あ、バイーヤさんもいいね。まあ、イニエスタをセンターミッドフィルダーとして使ってで、ツーボランチシステムにするっていうのは、まあ、ありなんですよ。ありなんですよ。あとはそうね、エマナさんもあり、ボランチの感じ、センターミッドフィルダーとしてエマナさんもあり、ありありありよりのあり。あとはポポビッチさんだよね。もう何度も何度もお世話になってるけれども、ポポビッチさんにもう一度うちに来ていただくっていうのもあり。その前にオファーが来てたんで、トーレスとかのオファーは無視です。これ風景言っていいよ。風景、チェルシー、ウエスタムシエナ、チェルシーにゴー、これメモっとかなきゃ。ギールセンはインテル、これはインテルだなすごいとこに移籍しよる。ちょっとイニーに行こう。イニーにトレード、
誰とトレードかっていう話になってくるんですけど、マッコ、まあ、長谷川さんとトレードでもありだとは思うんだよね。まあ一回マッコ、それは長谷川さんはやっぱ J リーグ経験者は一回マッコやな。7000でしょ、いけるよ。7900は行っていい、もうイニーには行っていい気するわ。1005払う、1005。あと1万ぐらい使うでしょ、全然いいじゃん。あとイニエスタさんがダメだった時のことを考えると、あの方がいいんじゃないですか。あの方が、あれあれいなくなってる。あ、ミカエル・ラードルプさん、なんかちょっと、なんかどっかのチームにいることになってる。これだって移籍交渉頼んだとしたら1万か。ミカエル・ラードルプさん取りたかったな、トップ下だったら。マジでジーコとミカエル・ラドルプさんのトップ下、トップ下もやばいっしょ実際ね。えちょっと行ってみていい、行ってみていい、行ってみるわ、ちょっと一発。あとは新人にバンズアムさん入ってきてない、それがいたら。いるじゃん新人で、絶対取った方がいい絶対取った方がいい絶対取る。イバロフ卒業の時、ありがとうイバロフ。これで話変わるわ。入ってきてお願い、入ってきてお願い、誰か一人は入ってきて、頼みます。バンズアムさんだけ OK。 まあいいでしょう、まあいいでしょう。だからイバロフとバンズアムどっちが強いのっていうのをちょっと比べましょうよ。あー、まあ、今の段階で言うとイバロフの方が強えんじゃねえかっていう話か。まあ、バンズアムさん使いますけどね、私は。いや、イニーにダメなんか、ちょっと悲しいな。イニーで来てよ、もう一発行きます。ヤリッチとかならオッケーだったりしない。6700だから、これ7300払うで、1055で2年でいい、2年で。ミカエル・アドループも諦められないんで、ちょっと活かしていただきつつ、センターバックも取ると。うん、センターバック誰にさせていただこうか。まあバイヤーさんが若くて成長するっていう感じで言うとバイヤーさんなんだよな。うん、まあ、トルコのアルパイさん取るか、一発行ってみるか。結構高そうだけど、ちょっと2000とかでなんとかかな、2500でちょっと給料払うから。6000、7000、7000ぐらいだ。まあいいか、まあいいか、まあいいわ。 Go! 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 いや、めまいした。今日何もた、なんでイニーに来てくれないの。シンブリシオさん行くじゃあ。イニーにそんなに来てくれないんだったらねえ、センターミッドフィルダーもできるし、イニーにちょっと諦めてトレードで。ヤリッチもダメだったん。ラスキン何スタミナ90いってんの、やばない、強くないラスキン普通に。まあ、ヤリッチだよな一番今浮いてんのは。4200、4300。うん、あとは、ま、もう一回行かせていただいて、ラードルップさんはちょっとマジで、ラードルップさんのジーコのあれはちょっとマジで見たい、本当に見たい。1400いっちゃう。じゃあアルパイさんダメだったから、アンドレ・バイヤーさん行ってみます。うん、あとはリーベルマンに交渉来てない、これバルサええー、何どうしたのバルサは。応じる
今マイナス3000ぐらいだから、これ試合勝てば全然払えるから、もう一人ぐらい行ってもいい気がするわ。誰行く？イニエスタさんはちょっと高すぎるっていう気もするから、それこそファボンさんとかポービッチさんとかでもいいけど、あ、エマナさん行ってみるか。エマナさんだったら CM できるもんね、センターミッドフィールダーできるもんね。あ、エマナさんいいよ、エマナさん行こう。エマナさん、エマナさんはじゃあ2年契約だ。これでどんぐらい足りない？1万足んないぐらいか。オッケーオッケー、行っちゃおう。そろそろ折れてみかラードループ、うちはすごくいいチームですよ。練習の後には全員に10発アップスを支給成立。よし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 。ってことは、待って、ちょっとフォーメーション考えよう。ゾノとエマナさんはどっちが強いの？エマナさんの方が強えんちゃいますか、これ。逆足はでもゾノの方がいいんだな。まあ、エマナさんかな。こういう感じになりますね。で、エマナさんはセンターミッドフィールダーもできるんで、ここに入れることもできる。まあ、センターミッドフィールダーとして。あとは、じゃああれか、全力でイニーニか、メカイ・ラドルプさんを取りに行くって感じか。リストから消去。あ、その前にオファー来てないよ、オファー。マッコとラスキンに来てる。ちょっとこれは迷うな。マッコどっから来てんの？あー、デプルティーボ、セルタ、ニューカッスルか。出してもいいな、この状況だと。ラスキン出していい？ラスキンどっから来てんの？ガナーズ、リバプール。これはちょっと出したい。リバプールに行ったラスキンを見たい。行ってらっしゃい。マッコも行くか。マッコも行くか。じゃあもうどこがいい？ニューカッスルが一番高いか。ニューカッスルで。待って、収支予測で見るとこれでポイント相当入ってくるんじゃない？お、全然足りちゃってる。これ本気で取り行っていいわ。これミカエル・アドロップ本気の12000の1400の3年。あとはイニーに行くか。イニーにリュングベリでもいいな。でもセンターミッドフィルダーできる方がいいんだよな。そう考えるとイニーにか。イニーに行こう。トレードヤリッチか。7700 1095。リュングベリも行ってみるか。でも誰がいるって話よね、これ。あとイバロフ、長谷川さん。まあイバロフか。 J リーグ縛りだからね。 J リーグ経験者縛りだから、そうするともういなくなるんだよ、オリジナルメンバーは。一切バー以外。あ、これはダメじゃん。全員入ってくるってことはないとは思うけど、ここで問答無用にゲームオーバーになっちゃうのはちょっとなしですね。なしなんで、これリュングベリをちょっと中止で。結果的に、なんていうんですか、給料が払えなくなってゲームオーバーになるのはいいけど、これで6000足んないんでしょ。6000ぐらい頑張れば稼げる。もう2人入ってきていいよ。これでゴー、力の限りゴーゴーゴー、イニエスティ最高。ってことはメンバーが離脱しています。あ、リティが代表行ってんだ。リティが代表行ってる。で、ポジションエディットします。これちょっとダメなんで、ラインを上げないといけないんで、このゲームは絶対にそういうゲームなんですよ。役割選択でセラミフィルダー、こうよ、こう、うん。移籍情報、これが楽しみですね。チェルシーにキーガン、
や、キーガンってリバプールだよ、どっちかって言ったらチェルシーに、あと風紀がチェルシー行きました。で、ユナイテッドにコンティ、あーローマのね、有名なあのレジェンド選手ですけど、ユナイテッドに行きました。で、リバプールにナスキンカイザーで、バルサにヤリッチ、リーベルマン、ライカールト、おいおい、監督バルサに出戻っちゃってんじゃねえか。これレップってヨニーレップか、オランダ人のリーネクーベースベイおい、ベルゴミクライフバイエルン行ってます、ふざけてます。ハーストがリオンハーストっていうのはあの元イングランド代表のねレジェンドですけど、どこだったっけかな、チーム、ちょっと思い出せないですけど、どこだったか調べてきます。あ、チャールトンがやばい、ウォータースとプティ、ね、みんなレジェンド取りすぎだって、ロシュとフルハーム、いやレジェンド取りすぎだって、グラツィアーニ、ジャンティガナも、ハンブルが SV へゴー、いやいやすごい世界戦です。であれだ、背番号変えなきゃ、ちょっとねなかなかできないな、背番号が。イニエスさんも8番がいいんですけど、やっぱドゥンガさんの8番があるんで、まあ、この時ねバルサではイニエスさん24番だったんで24番をつけていただきます。6番も空いてないんで、6番はねブフバルトさんがつけちゃってるんで。でアンドレ・バイヤさんも4番でしょ、本来は4番なんですけど、フェルマーレンさんが4番つけてるんで、ちょごめんだけど空いてる2番をつけさせていただきました。でエマナさんは、まあ、10番か20番、徳島ボルティスの時も20番だったんかな、試合は出てないかもしれないけど、20番はねつけてるんですよ、本名簿さんが。なんでちょっとごめんなさいですけども、19番という形になってしまいました、申し訳ございません。試合よ、ペースベイ戦、え、どっちがうち、どっちがうちなの、オレンジがうち、もしかして、え、そう？これ上のグラフ超強くない？うち、リティが代表に行ってしまっているんで、なんとジーコさんがセカンドトップとしてフォワード3トップの右を務めます。でエマナさんがトップ下でスターリングメンバー、まあ、パクチソンさんはウィングでもよかったんですけど、ちょっとこれで活かしてください。で控えには、まあ、バーチャともジェイも長谷川さんもゾノもミギチさんもニールさんもアンドレ・バイさんもマズナガさんもいるんで、頑張ろう。でパクチソンとね比べたいところですよ、ペースベイなんで。だけどせっかく来てくれたイニーニと比べていきます。コヌ、いきなり出てんな、リネカ、おいおいリネカうちに来てもよかったんとちゃいますか。でジェファーソン、ファルファン、コク、ロイキン、アイサティ、マイケル・ポール、ラメイ、オイエル、シモンス、ツエ、これで負けたらシャレにならないからね、やってくよ、男たちの夢と希望を乗せて。ちょっとバンザムさん、一旦返します。よーし、バンザムさん、サイド際の守備はこれボランチが物を言う感じになると思うんで、持久力のある選手です。いいよ、ジーコが、ジーコがいいね、ワンツー、フォローがいません、来た、ドン、うわー、これよこれよ、ジーコさんからトーレスさんでエマラさんとのもうワンツー、もう息ぴったりじゃない、マジで息が、呼吸、呼吸よ、おー、よし、待てよ、待てよ、にち、ミドルシュート、バンザム後ろへ預けた、右サイドだ、ミドルで、大丈夫です、大丈夫です、サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。エマナさんがここでいることで、ボール運べる、フォルダに出す、トーレス中にいる、中にいるね、トーレスが、クン、いいボールだ、え、左に送ってと見せかけてクルリンパ、はファールだろ、ただイニエスタさんがいます、イニーニ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 、
ちなみに本日もですね、私しっかりと冷えピタ張ってますんで、多分強いです。フェルマーレ、バンザムさん頼む。やべ、リネカかけんの、よ、合わせてくん、オッケー、大丈夫です。フェルマーレもいます。やばいです、まずい気がします。怖い、ナイス、守りが固い、怖い、さあ固まっている、オッケー。あとホイッスルがありました。あ、怪我させちゃった、ごめん、集まってきましたよ、心配ですね、ごめん、うん、ここでリネカごめん、悪気はないの。ブープラさん真ん中の方がいいよな、絶対やめて、開きましょう、ナイス、フェルマー、フェルマー、フェルマーの定理、こうじゃないの、ジーコじゃないの、これは抜けた、こうでしょ、これは今の、あ、リネカ戻ってきてんだ、大丈夫だったのかな。バンザムさん走ってます、蹴っちゃうんですね、それ、わかりました、ちょっといいでしょうか、前線に送られる、はい、来た、フォルラン、フォルランです、俺の名前はフォルラン、俺が俺で俺だ、完璧完璧よ、もうシュートフェイントも完璧、決まっちゃってる、決まっちゃってんだから、確実に強くなってる。さあこれで2点確定ですよ、ね、よし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 、もう終了しそうな雰囲気もありましたからね、ただシュートは打たれてま す、ね、追加点もっともっと取れる感じがしちゃってますけどね、私は。この後半どんなプレーが要求されるんでしょうか。そうですね、あ、イニーにも走っていく、イニードリブル前です、ただイニードリブル前です、全然うまいです、くるっと、いけないんかい、こうなるとまずいよ、こうなると、こうなるとまずいんです。いいですよ。ブーバー。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。いいよ。出した。いいよ。出した。そこに。こうじゃないの？いいわ。これ中行ってキュッとやってここでシュー。嘘。この時点で2点のリード。振り返ってみるとやや本名ももエリアで素晴らしいよ。シーンがよく見られるようなんです。いいよ。こうじゃない？ホルラン？なんか空いてんじゃないますか？これ空いてんじゃない？ジーコでー。強いって。猫になりるし強いってこれちょっと。どうした？マジで強いって。やばいことになっちゃってる。あ、まずい。回りました、あ、まずい。バズ。ちょっと変えますか。疲れてないけどな。そこまで。J 行って、まあ、アンドレ・バイアさん出させていただいて、あとはどうしようかな。でもあれか。エマナさんとここうして、ここにバー入るか。あ、でもミキッチさんが、でもバー入れよう。ごめん、ミキチさん。ちゃんと出番はあるから、ミキチさん。大丈夫だよ。前に出した。ハイバー。で出す。さあ、一回戻す。こうじゃない？いいよ！よっしゃー！つえつえんだよ！文化がこんなとこで来てくれんだもん、すげえ、世界変わった。ファルファン、あ、やばい、さあ、やばい、バンズは、バンズは、バンズはいいよ、いいよ、いいよ、非常にいいよ、バンズさん、よし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 、さあ、競っていく、オッケー、大カウンター、大カウンターです、これ J 空いてる、スペースへ出す、あっといいですね、はーい、え、際どいボール、なんで、バーどうする、バーどうする、バーがどうするかによるのよ、競り合った、うますぎ、サービスペースに抜ける、ハットトリックヒーロー、ハハハハハ、
強いぞ、強すぎるぞ、ヒエピタ FC。 6-0 に続き 5-0？ どうしたね、ポニラ。いやでもいいわ、やっぱ。あ、やばい、パスミス。安定してる守備、どう考えても今までより。ただ奪われ方だけは注意したいですよね。よっしゃ、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 セッていく。何したいの、何がしたいの、バーバー。終わり、チェックに終わらない、終わる。強い、完全に強い。成長もするだろうしね。いいですよね。時代来ちゃってんじゃないの、これ。猫にらしの時代。マジ、おー、トーレス最高だね。トーレス最高で、ホルランの方が強いんか、これ。もしかして。アンドレ・バイヤさんもこれ、ぐんぐんに成長するパターンだよ、これ。バーは次の試合で、オフェンスセンスが80になります。ミランは勝ってんね。ユナイテッドは引き分け。あ、じゃあ2位だ。2位ですね。オッケー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 。すごいよ。すごい。ゴーランキング、ほら、フォルランが一気にグン。一気にグン。アシストは？うん。で、次回はカップ戦の、レアルマドリー戦のセカンドレグやって、インテルですね。絶対勝とう。皆さんコメントでたくさんのね、選手を教えてくれたおかげでこんな素晴らしいチームに仕上がりました。非常にありがたく思っております。チャンネル登録、高評価の方もしていただけると嬉しいです。また次回も見てください。ありがとうございました。さよなら。